こんにちは、カイチです。今回もキングダムニューランズやっていきます。ですね、前回のところから、今回のゲームプレイに至るまでに数日空いておりまして、本日は1月の19日になりまして、YouTube の方でアップされているのが10本目ですね。なんですごいラグがあるんですよ。もうすごいこう遊びたくてうずうずしてたんですけど、まあこう遊ぶじゃないですか。こうキングダムやって、でまあ楽しいからこう撮り続けちゃうんですけど、そしたら編集が大変になるっていうループに落ちてたんですよ。で、まあ、平気でその壁をその壊すまでに50分ぐらいかかってたりするんですけど、まあ、それを10分ぐらいまでこう5分の1に短くしたりしてました。で、まあそうやってなんか過去のプレイをしっかりとこう冷静にこう見直したりする機会っていうのも結構まあ貴重だったなと思いますね。それでいろいろ気づいたこともありました。で、さらに、まあ、ちょっと気になってて、で自分ではちょっと答えを導き出せなさそうなこととかもなんかネットで調べてみたら、ものすごい意外なことが分かり、これはちょっと普通に一人でプレイしてたら分かんなかっただろうなっていうような内容だったんで、まあたまにはそういうネットサーフィンもしていいのかななんて思いましたね。だからそれをちょっとこのゲームをプレイしながら確認したいなと思います。ちなみにあれですね、今一文無しでなんかいろいろコインを必要としている人たちはいるのに何も仕上げられないですね。もしかしてこれ失敗かな？失敗しちゃうかな？ああ、それそれそれ。それそれそれ。あざっす。なんか右側が壊滅的だった気がする。ありがとうございます。本当に農家様様でございます。そう、もうすっかり忘れてた。せっかく調べたのにもう忘れてた。このなんだろう、会計係さん、秘書さんみたいな人、お金預けられるじゃないですか。あれに利息がつくんですよ。知らなかった。いや、利息がつくんだったら全然預けますよ。しかも1日で7%らしいんですよ。でかい。いや、それはもう絶対預けますよ。しまった。だいぶそれでロスしてる気がします。倒せるな。なんて場所しますか。意外に。前は右側を壊しましたからね。ちょっと右側を整地していきます。なんか迷い人がいる。あと敵の撃退方法もちょっと思いついちゃった。ここなんですよ。ここほら、コイン回収できちゃう。コインで納得してもらいつつ、ほっ、嘘だよと。これはいいですね。ちなみにこれをやらないと相手がアタックしてくるんですけど、相手のアタック中にこっちがアタックしてもどうやら攻撃は当たんないんですよね。食らっちゃうんですよ。
それを動画編集中に気づきました。ゾーンに入れたいんですよね。あと2枚。ドーナツ買われる。しかも左は、いやもう耐えてもらうしかないな。稼いどれ。俺も行ったのか。いや、大丈夫そうだ。そうなんだよね。あ、左側。左側なんか牧草が生え始めた。よかった。あ、そうか。ブラッドムーンの翌日は来ないんでしたね、そういえば。で、このワープゾーンの使い方も完全に間違えてましたね。このワープした先で、こことつなげるポータルを作るっていうのが、なんか正しい使い方らしいですね。どうしよう、画面上この辺で、どうやって使うの、どうやって作るんだろう。あらあらあれ、なんか間違えたか。これ使えなくなるんだよな。建設前に作っちゃうと使えないのか。さすがユミ、映像があるとやっぱ全然違いますね。贅沢に強化できてますね。お金を手に入れながら強化できてる感じですね。あ、岸江さんお金なさそうだ。シュシュシュ。よし、夜明けとともに行こう。あ、弓兵少な。壁の奥から
の攻撃するようになりましたね。ゆるすまじ。おしい。よし。落としましたね。ちょっとどうなるか、少し不安ですが。ということで、今回の動画はここまでになります。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。